レシピレシピ、今月の食材は里芋。食材提供者は湯来町の藤本信夫さんと真由美さんです。ねっちりが美味しい和風味の里芋のポテトサラダを作ります。里芋はきれいに洗って耐熱皿に並べ、ラップをかけて電子レンジに入れ、竹串がすっと刺さるくらいまで加熱します。熱いうちに皮を剥き、ボウルに移して潰します。きゅうりは輪切り、玉ねぎはみじん切りに、ツナは余分な油を切ってほぐします。里芋が入ったボウルに先ほどの具材を入れ混ぜ合わせます。マヨネーズ、和風だし、醤油、塩コショウを加え混ぜ合わせれば完成です。材料4人分です。里芋4個、きゅうり1本、玉ねぎ4分の1個、ツナ1缶、マヨネーズ大さじ4、和風だし小さじ2分の1、醤油小さじ1、塩コショウ少々。こちらのレシピは JA 広島市のホームページからもご覧いただくことができます。